そのね、その顔でプリウスを洗車しに行こうして、あ、お前だってすれ違って、パトカーキューって来て、キューとバーンって振られて、俺たちちょっといい協力してる。お前さ、ほんとマジお前今やったら、お前今やったらタイマーかかるぞ。タイマーかかるぞ。どっちが悪いの、どっちが悪いじゃん、あいつ。お前じゃお前が勝負になるのが勝負だ。昔ね、言ってたよね、俺の方が絶対できるんですね、ガツヤム君のこの YouTube。 お前そんなこと言ってた。ちょっと待って、カメラ、カメラ止めろ、カメラ止めろよ。よし、行ってみようか。よし、3人で奥入っててください。カメラ前ねえで、カメラ前ねえで、カメラ前すぐやめさせてもらって。はい、よワイワイさんね。おお、めちゃくちゃ元気やん。カメラ回ってますけどいいですか。じゃあカメラ回ってるけど大丈夫ですか。カメラ回ってるけど大丈夫ですか。どうせあれですね、視聴者2億人ぐらいですかね。あ、まあそんなもんです。そんなもんです。大体それぐらいです。じゃあとりあえず生、はい、生、はい、こっち映ってないですね。あ、映ってない。ありがとうございます。大丈夫です、大丈夫ではないけど。うん、4億人ぐらい見てるんですよ、ね、まあ、大体ですよ。大体ですね。どういうご関係なんですか。あ、社員です。社長、社長で社員です。あ、ここは、あ、そう、社長で社員。はい、サンシャイン、サンシャインです、ね、ここが僕の社長で。ボスね、ビッグボスね。ビッグボスらしい。どうでここ社長で。お綺麗な方で。ありがとうございます。で、横にいらっしゃる方、妹さんで。おー、おー、親子じゃなくて姉妹で。うまいっすね。基本的に飲まれるの初めてね。基本的にあまり飲まれないです。いや、今日運転、運転の時は飲まれる、はい、一番いいですね。今日の動画を聞いていくと、めちゃくちゃ露骨に嫌な顔してます。あの、名古屋から。わざわざこんな店に。こんなちんけんなちんけんな。あー、ねー。あ、何言ってたか、そういう系。ちょっと社長に聞こえないですか。家どこですか。バーチまで行ってくれたら。三男子です。息子さんいるんですか。え、所属あるの。4回だけやったんですよ。4人もいるの。お前のところだからな、お前で飲め。おしいよ。でもおしゃれかな。あ、いやいやいや、どうか知っとんの。お持ち帰りして。一回は一回ってことあるんですよ。飲んでない、飲んでない時に喋って喋って、僕はあの片野くんさんの動画のイメージしかないもんで、ファンタジーのこいつちっちゃって、これ入らんと本当に声ちっちゃくて、ちっちゃくて。いや、ただ仕事行けよと思ってたよ、お前さん。違う、ただ朝あの本当ね、姉ちゃんの車を洗車しに行ってあげようと思って、ちょっと前じゃあで洗車しに。え、それインゴってこと。インゴって何。本当にプリウスってますよ。プリウスを洗車しようっていうのはそれシャブ入れるってこと。だからちょっと動画に使えそうな会話してもらっていいですか。そう、そのプリウスを洗車しに行こうして、もうここでこう普通に走って、あ、お前だってすれ違って、
ちょっとで、こっそら案の定なんか言うたんですよ。それ言うたんですよ。いやいや、一つがあれよ、警察が。ほんで僕、信号がして止まって、うん、で前にヤンシャがおったんですよ。止まらない方だと思う。多分、停止線オーバーしてるヤンシャのやつだなと思って、うん、行ったら、あのパトカーキューって来て、ドアバーって開けられて、俺たちちょっといい協力してる。扉開けられて、で、どういうことっつって、あとりあえずマフラーと剥がされてね、とりあえず乗ってって言われて、もうこれで後ろあのパトカーの後ろのこのシートのこのだってこの顔で何もやってるのか、違うでやれよ。何とったら娘なんちゅう名前なの。ミユです、ミユ。あ、一番好きな名前。本当にミユです、ミユです。ちなみに正規です。ちなみに正規かっこいいんだ。なんか俺だけ適当になってる。ちょっと適当でしょ。ああ、なんかこんなこういうような太い声は出られないよ。そういうのもたまにして、もういやだ。まあ、あ、見た今日見た。なんだったっけ、あのカンタ君の声のショーとこちらの台と、こっちどっち、中より上、波上、波上ぐらい。違う、声のデカさが。俺は何、俺でけえらしいよ。なんか、このロン毛のなんかあの編集とか、だからすごい音が音だけ。これさ、なるほどね。私はどうなのかな、それ聞いた、編集のしてくれる人に。私の声のデカさ、トーン、何声優にでもなのかな。何やしめたでも飲食業界の人、一つのことやってらんないから。すいません。だから僕は経営者が一番向いてる。でかいですね。一人分だけ言う仕事じゃないですか、経営者って。働かせるとか。そう、だからもう苦労してます。働かせるとか仕事。いや、一つ言っていい？これもうサムネになるから、ここ止めたらかよ。ここでも出まして。じゃあマジ足を戦う。あんたさん、分かった。じゃあ、どっちが悪いの？どっちが悪いの？あいつ。じゃあ、すごい。ショウ君って言ってくれ。俺はシュウ君って言ったの。お前がシュウ君って言ったの。だって、僕のシュウがおるなんて。だから俺ショウ君って言ってんじゃねえよ、ショウ君。だって、カツラも聞いてるじゃん。だからチリコが思う気持ちと伸びてば思う気持ち違うんだけど、意味だよ。俺は吹っ切れるもん、男としてお前さ。じゃあ結局さ、お前が勝負になるのが中華人だ。お前さ、お前そうくらい中華人だ。お前が勝負のこと信じちゃっていたんだよ。お前こいつはお前の間違いだな。お前だよ、イブラショーって言ったんだよ。イブラショーって、お前はイオかショーって言ったんだよ。イオかシューだってな、本当に。
いよ、これ勝負だって。いいよ、これ勝負じゃん。お前さん、笑うだから。ちゃいちゃい、一気にか。いや、多分、キリドは悪いと思うよ。多分ね、村は下の方にあるじゃん。なしやろ、どこでもいいんだけど。そうそう、ね、やろ、大丈夫。お前、ごめん、違う。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。もうここ一番大事なとこだよ。ここでガーッと喧嘩するか。とにかくお前はそばかすの数が多いんだって。お前化粧品関係ない。あるよ。もうそんなんじゃん。もうシミとかそんなこと言っとれんもん。せやそばお前ちょっと待って。お前出してよ。おじゃん知っとる、教えてね。いいんだね。今日いいね。今日いいね。ほんとまあまあ仲間だもんね。遊ぶね、仲間だもんね。で、ここはでもハゲてないじゃん。毛あるよ。伸ばしたい。よう見よ、よう見よ。よう見よ、ここは。お前さ、ちょっと待って。お姉ちゃん。お前、お姉ちゃん。お前、お前。全部そうだよ、そうだよ。世界放送。おいしい、おい、一人だから。日本だけさ。バランスだよ、ほんとに。いいと思う。面白い。ここは、ここまでは。じゃあ、触って。カツオ、触りゃ分かるわ。産毛、ここ、産毛。あ、ちょっと、ほんとに。やめろ、カツオって。マジだな。これはどれくらいの賜物だよ。マムのハゲでさ、マムのハゲの。お前さ、ほんとズラノブ先輩ね、まだやめてもらえよ。ズラノブじゃない、ズラノブ。ズラノブじゃない。犬塚は犬塚の逃避行為ってわかるの。あっちだね。じゃあお前、お前その、お前何このザ、ザ、ザ、こらかよって。今見てる、見てる。あの、今、今どれだか、今どれだか、今どれだか。頑張れ、頑張れ。昔ね、俺の方が絶対できるんですよ。勝山くんのこの YouTube。お前そんなこと言ってた。ちょっと待って。ちょカメラ止めろ。カメラ止めろよ。じゃあまあじゃあリアルにリアルに言っとった。そう言っとったよ本当。俺の方が絶対に楽しませれる。マジ？こいつはいいんだよ。これ2年ちゃん、これね、2年前か、カツオムが YouTube やっとるって言っとった。私ね、12で退院したんだわ。私が中2、あんた中2、中1、中1で、めっちゃ勝ってねえしよ、お前勝ったしよ。お前が勝ったの、小学校の練習マジだよ。お前が負けたの。そんなことよ、俺も面白くできるって言ったの。本当に言ったの。言ったよ、めっちゃ言っとった。俺よりも面白く YouTube できるって言ったの。言ったよ。それだけ言っちゃいない。でも、言っちゃ悪いですけど、なんで金払ってるの。じゃあ、大人だ。おい、それくれよもね。もう寝ろよ。もう寝ろよ。ちょっと煽ってますね、先生。ちょっと煽ってもらおうかな。これ、ここで終わってもらって、編集見たら楽しいよね。そうそうそう。それは見てほしいんですよ。編集見たら、カチン結果してる感じになりますから。だから今一生懸命見てくださいもんね。だけど、キリコさんには多分編集とかも分かってるよ、多分。あんましやんけど。多分僕より絶対ダメだよ。本当に何も考えないんだよ。そうやって言うじゃん。何も考えないんだよ。じゃあでもしょうもないじゃん。もうお前先のことなんかいろいろ考えて、うわ、嫌だ、それ言われてる。俺もお前のそばかすの数だっけ。お前のハゲ、もうごめんね、本当に。いや、それ言ってくれたんだよ、ほんと。ハゲだなんて。ハゲないよ、見えるじゃん。やめろ、ほんと。ハゲだもん、前で。ハゲだもん、誰や、ほんと。間違えた、間違えた。津田先輩の前でやめろ。もうどこかどこかこの旅行で おい、どうやらそれ。